さて本題に入ります。私は送還禁止難民認定申請乱用御用招致使用の問題は目的手段結果という一連のつながりがあるものと考えております。まず2004年の法改正において難民認定申請の申請期間が上陸日または難民該当事由発生日から60日以内とされていたものが無制限となりました。さらに難民認定申請に送還停止項が加わりました。次に2010年に被使用者が難民認定申請を提起した場合には適正手続きの保障のためできるだけ仮放免を許可すること、さらに弁護士が仮放免許可申請の保証人である場合には柔軟な判断をすること、こういった実務上の方向性が示されました。加えて難民認定申請から6ヶ月経過した難民認定申請者に対してはその希望により一律にフルタイムの就労が認められることになったのもこの年のことでありました。その結果2010年には約1200人であった難民認定申請者は2017年には2万人近くと約16倍になりました。その推移は就労目的、仮放免目的のための手続きの乱用を疑わせるものです。また子どもと家族の在留許可の問題の原因もこの長期化にあります。手続き中に日本で出生した、また幼児期に入国した児童が学齢期に達すると、こういった現象が起こるからです。翌2018年1月、この就労許可を厳格化したところ、同年の難民認定申請者数は半減いたしました。難民認定申請の実態を示唆する推移ですが、その後も借金、駆け落ち、隣人とのいさかい、こういった難民条約上の迫害とは無縁の申請。どうもありがとうございました。時間となって、ね、福山参考人に至っては本当に長きにわたって国に仕えていただいてですね、この対談を見させていただいたことにおいて、私本当にこのような公務員の方々がいらっしゃること、本当に切に胸が熱くなる思いがございました。충실한